お疲れ様でーす。ポンです。いつもグッドボタンにコメントたくさんありがとうございます。嬉しい嬉しいです。はい。それで今日のどうでもいいプライベートの話なんですが、まずね、今日の出来事、ちょっと今日ね、いろいろあったんですよ。そこから話したいと思います。今日ね、午前中に被害者、詐欺師に騙されてお金を取られた被害者ね、その被害者の元旦那さん、自分らが昔ちょっとお世話になった人ね、その人から連絡来たんですよ。ちょっと会いたいんやと。それで何ですかと、何の用事ですかと、まあそういうふうに聞いたら、会ってから話したいんやと、そっちに行くからどこ行ったらいいと、まあそういうふうに言ってきたんですよ。それでいや、いいですよ、そっち行きますよ、っていうことで、元旦那さんのね、会社に、まっちゃんと自分と、直樹と、三人で行ったんですよ。それで、向かってる途中ね、昼ご飯食べようと。まだ時間も早かったからね、待ち合わせの時間に余裕があったから、昼ご飯食べようって言うてね。それで、まっちゃんは、ラーメンが好きなんですよ。それで、ラーメン食べよう、ラーメン食べよう、って言ってね、言うんですけど、自分が、そんなにラーメン得意じゃないんですよ。まあ、好きじゃないんですよ。それで、ラーメンはいらんと。違うのにしようと。そう言ったら、まっちゃんが、じゃあ、うどんかそばやと。とりあえず麺が食べたいんですよ。まっちゃんはね。それで、うどん食べることになったんですよ。直樹が携帯で調べてね。それで、あるうどん屋さんに行ってね、うどん食べてたんですよ。それで、食べ終わってね、自分の車運転してる人間が、車を取りに行ったんですよ。コインパーキングに止めてたから。それで、車が店の前に来たんですよ。それで自分ら乗ろうかなと思ったらね、すいません、って言ってね、ある人が声かけてきたんですよ。それで、はい、って言って、言ったら、ポンさんですか、って言って、声かけられたんですよ。それで、え、って言って、なんでわかったんですかって聞いたら、品川ナンバーの白のアルファード。それと、まっちゃんがね、ニューヨークヤンキースのキャップをかぶってたんですよ。それで自分メガネかけてるしね、それで間違いないと、自分の車がね、みんな知ってるって忘れてたんですよ。まっちゃんが以前にね、 X に投稿してるんですよ、自分の車を。そんなこと全く忘れててね、最初警察かなと、警察に声かけられたんだなと思ってね、ドキッとしましたもんね。はい。それでね、 SNS 投稿なしで、それを条件で一緒に写真撮ってね。それでその人、自分とかね、まっちゃんよりも、直樹にね、テンション上がってるんですよ。直樹さんですか？かっこいいですね！って。直樹さんですか？って。テンション上がってるんですよ。それでまたまっちゃんがね、なんで直樹やねんと。おかしいやろと。普通そこ、ポンちゃんか、俺かやろと。なんで直樹なん？って言ってね、その人に聞くんですよ。それでその人も、そのまんまですね、と。まっちゃん、そのままですね、と。ポンさんが、喋ってる通りやと。まっちゃんって、イメージ通りそのままですね、って。めちゃめちゃ喜んでるんですよ。まっちゃんがね、直樹のことで、焼き餅焼いてるのを聞いて、喜んでるんですよ。それで、自分の車運転してる人間にもね、テンション上がってくれてるんですよ。喧嘩強いんでしょ、とかね、言ってくれるんですよ。それで最後にね、詐欺師から、ちゃんと、2700万、取ってくださいねっつって、応援しますっつってね、めちゃめちゃ見てくれてるんですよ。自分の動画をね。それでまっちゃんが、このメンバーで出会えたことは、ラッキーですよ、ラッキーですよっつってね、その人に何回も言うわけなんですよ。それでその人も、ラッキーですと。声かけようか、どうしようか、ずっと悩んでたんですよ、つって。それで、今声かけないと。一生会えないかもわからんと思って声かけたんですって言ってね。それでまっちゃんがラッキーでしたねって言って、めっちゃ寝落ちこいてるんですよ。はい。まあそれで自分ら車乗ってね、そのまま走ったんですけど、まあちょっと楽しいひとときでした。はい。それでね、その元旦那、被害者の元旦那さんのね、会社に着いたんですよ。それで自分ら入っていったら、元奥さんと、
それと奥さんの関係の被害者の人3人いてたんですよ。それで元旦那さんがね、言いにくいんやけどなと、まるまるその詐欺師の人間ね、その人間とこっちと直接やり取りするから、もう手引いてくれへんかと、まあこう言われたんですよ。それでどういうことですかと、手引けてもう関わってくれるなと、そういうことですかって言って自分が言ったんですよ。そしたらその元旦那さんがね、言い方きつくなるけどそういうことやと、まあそういうふうに言ってきたんですよ。それで詳しく話聞いたらね、被害者とその詐欺師とね、直接話してるんですよ。それでこういう形でお金を返しますと、まあ簡単に言ったら今日お金が用意できなかったんでしょ。それで分割でこういう形で返しますと、それで謝礼金をいくらつけますとか、何々にこうしますとか、いろんなこと言ってきたんでしょ。それで自分らが関わったらめんどくさいから、もう手を引いてくださいと、まあそういうことなんですよ。それで分かりましたよと、じゃあもう今後何があったとしても一切何も言わないでくださいねと。それで一筆書いてもらってね、詐欺師の件でもう今後一切自分とかまっちゃんとかね、直樹に何も言いませんと、自分らは全く関係ないってことを証明したからね、その詐欺師を捕まえたから、だから今後もう何も言ってこないでくださいと。それでまあホテル代とね、足代とか大きいお金じゃないですよ、細かいお金ね、それは受け取ってくれって言うから、じゃあそれは遠慮なしに受け取ってきますと。日当とかそんなん全く出てないですよ。ほんまにホテル代と交通費、東京から大阪の交通費、その分ぐらいですよ。はい。まあでもね、その被害者のおばちゃんたち、そのおばちゃんたちとね、詐欺師と、よっぽど何かがあるんですよ。表に出せない何かがあるんですよ。今までにね。そうしか、今から金を回収するっちゅう段階でね、自分らを省くことっておかしいんですよ。頑張ってお金回収してなっていう話なんですよ。それを省くって、よっぽど詐欺師に何が握られてるんですよ。まあ、もうね、自分らの中では、もういいよと。あとはじゃあ、次にどうぞと。お金が返ってくる、返ってこない。どうでもいいわと。どうぞどうぞ、じゃああとはやってくださいね、って言って。そいでね、もう3人で、パッて帰ったんですよ。はい。それで、昨日のね、夜の話なんですけど、昨日の夜、その詐欺師にね、いろいろ情報を出してた人間、その2人とね、待ち合わせしてたんですよ。それで、待ち合わせ場所に行ったらね、普通なんですよ。バレてると思ってないんですよ、その2人はね。それで、まっちゃんがね、なんか言うことないかと、俺に言うことあるやろと、ちゃんと自分の口から言えやと。そしたらとぼけるわけなんですよ。え、何のことですかねって言って、何もないですけどねって言って言うわけなんですよ。そのね、二人のうちの一人は役立てた人間なんですよ、昔ね。でももう一人は役立したことないんですよ。まっちゃんが肩切れね、ずっと使ってた人間なんですよ、一人の方はね。それで、まっちゃんの東京のね、しのぎ。そのしのぎも、その人間を東京に連れて行って、いろんなことやらせてたんですよ。肩着やからできるっていうような仕事をね、任してたんですよ。それで、自分らの仲間、東京の仲間とも、つながりがあるんですよ。いまだにね。もう大阪に帰って10年ぐらい経つんですけど、その間にいろんな人間と付き合いできてるんですよ。友達になってるわけなんですよ、まっちゃんの顔でね。それで、役立せた方がね、まっちゃんに、なんでですかと。急になんでそんなことを言うんですかと。何かあったんですかと。そしたらまっちゃんが、そうや、何かあったんやと。まあ、俺が信用してる人間の、ある二人、その二人に、裏切られたんやと。ポンちゃん、俺がもし、その人間の目を潰したとしようと。二人の目潰したら、
やっぱり懲役10年ぐらい来るかなっつって、懲役10年、まあ腹くくろかっつって、目ぐらい潰さんと気収まらんなっつって、まあまっちゃんが自分に喋るようにね、その二人にまあかましを入れたわけなんですよ。そしたら直樹がね、そんなもん兄貴にさせられへんと、自分やりますよって、その二人を睨んだんですよ、直樹がね。そしたら、ヤクザしてた方の人間がね、直樹に、直樹ちゃん、何を言ってんのと。何があったのと。まだとぼけるわけなんですよ。それで、昨日ね、その詐欺師と、その話をしてるわけなんですよ。それで、ずっと昨日、録音してるからね、その部分だけ、まあ別の携帯に移してあったんですよ。それを聞かしたわけなんですよ。そしたらその詐欺師がね、名指しでチンコロしてるわけなんですよ。自分らに。その二人から毎日連絡が来て、いろんなことを教えてもらってたと。今自分らがどんな動きしてるとか、どこまで突き止めてるとか、教えてもらってたと。それ聞いた瞬間にね、片木の方、まっちゃんの仕事で東京に来てた人間ね、その人間が、ダッシュで逃げやがったんですよ。走って。それで、ヤクザしてた方。それはね、やっぱりヤクザ経験があるから、すいませんでしたと。煮るなり焼くなりしてくださいと。大きく来たわけなんですよ。それで、じゃあ、一緒に車乗ってもらおうかと。その逃げた人間ね、丸々も必ず体を押さえて、きっちりけじめ取ると。とにかくお前、車乗れやっつって、まあ、まっちゃんが言ったんですよ。それで自分が、まあ、まっちゃん待ちよと。まっちゃんに言ったら、まっちゃんがね、真剣な顔して、ポンちゃんはここでおってくれと。直樹もここでおれと。お前ついてこいっつって。まあ、こうなったんですよ。まっちゃんはまっちゃんでね、責任感じてるんですよ。信用してたね、人間なんですよ。まっちゃんはその二人をね。それで、このね、詐欺師の件、この件で、動き出してからね、まっちゃんはこの二人にも協力してもらおうと思ってね、いろんなことを言ってるわけなんですよ。だからまっちゃんにしてみたら、本当に裏切られてるんですよ。信用してた人間にね。だからまっちゃんはまっちゃんで腹くくってたんだと思います。この二人に何かせんなあかんなと。でも、事件になるやろうと。だから懲役もいかなあかんやろうと。そういうふうにね、思ってたと思います。でもそんなこと自分らさせられへんからね。それで直樹も自分も、まあじゃあもうやめとけと。仇になってから、もうどんだけ立ってるんよと。今さら目くじら立ててもしょうがないやろと。それでもう二度と関わるなと。もう俺らの周りの人間と一切関わらんといてくれと。一回裏切った人間は何回も裏切るし、もう今後お前らと絡むこともないから、もう二度と関わってくれるなよと。まあそういうふうに自分が言ったんですよ。まっちゃんの腕を押さえながらね、まっちゃん飛びかかったらあかんから、腕を押さえながら、まあそういうふうに言ったんですよ。それで、もう行こうって言って、まっちゃん何するかわからんからね、それで車乗せて、連れて帰ったんですよ。でもまっちゃんは、自分に何回もね、ポンちゃんごめんな、ごめんなって言って、まあまっちゃんの下手打ちみたいなもんやからね。それで自分も冗談で、まっちゃんの下手打ちやんと。まっちゃん頼むわって言ってね。笑いながらね、まっちゃんにそういうふうに言って、場を和まそうと思うんですけど、まっちゃんがずっとね、怒った顔してるんですよ。腹立ってるんですよ。それで、ホテル帰ってね、まあまっちゃん落ち着きや、落ち着きやと。まあそういうふうに昨日夜言って、でご飯食べに行ってね、もうそのまま早い時間帰って、でホテルで寝てたんですよ。そしたら朝ね、知り合いから電話あって、自分のとこに。まあまっちゃんももちろんよく知ってる人間ですよ。その二人連れてね、ホテルの近所まで来たんですよ。そしたら、まあ、まっちゃんがね、納得するようなことしてきてましたよ。何とはね、まあ言えないんですけど、まあまっちゃんが納得するような、カッコつくようなことをね、してきたんですよ。それで、何もかも終わりました。はい。それでまっちゃんが一言ね、国民健康保険は使うなよと。まあそれだけ言ってあげてね。それで何もかも終わって、まあ
今後その人間など絡むことはないと思います。はい、自分はそんな人間一切信用しないので今後絡むことはないと思います。まっちゃんは分かんないですよ。まっちゃんは口ではねガー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 言うけど根は優しい人間だから、寄ってきたらまっちゃんは手差し伸べるかも分かんないですけど、自分は二度とその人間らと関わることはないです。はい、まあそんな感じでね、昨日今日とバタ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 してやっと落ち着きました。はい、それでちょっとね大阪で用事したいこともあるし、土曜日に東京を帰ろうかなと思っています。はい、ということで今日はこの辺にしたいと思います。じゃあ。